ベルナー・シュレーターは、ドイツの映画監督、脚本家、オペラ及び舞台の演出家。1945年4月7日、チューリン・ゲゲオルゲンタールに生まれる。1967年から短編映画の制作を始め、3年間で15本もの作品を制作。これらは主に8ミリカメラを使用して制作した実験的な作風のものだった。 1969年、初の長編、アイカカタパを発表。マンハイム・ハイデルベルク国際映画祭で、ジョセフ・フォン・スタンバーグ賞を受賞。以後、1960年代後半から始まった、ドイツの映画運動ニュージャーマン・シネマを、ビム・ベンダースや、フォルカー・シュレンドルフラと共に牽引していくことになる。また、この時期に知り合った女優マグダレーナ・モンテー妻は、その後、 シュレーターのミューズとして多くの作品に出演するになる。また、シュレーターは俳優としても活動しており、ニュージャーマンシネマの監督であり、友人でもあったライナー・ベルナー・ハスウィンダーの聖なるパンスケに注意などに出演している。その後、1972年には19世紀のオペラ歌手、マリア・マリブランの電気映画、マリア・マリブランの詩を制作。1978年の ナポリ王国は、シカゴ国際映画祭シルバー、ヒューゴ賞、タオルミナ国際映画祭グランプリ、ドイツ映画賞監督賞など、多数の賞を受賞した。1980年代に入り、ドイツ国内外で演劇やオペラの監督として活動する傍ら、1980年に仕事を求めて、西ドイツにやってきた、イタリア人意味を描いた、パレルモーダー・ボルフスブルクを発表。 第30回ベルリン国際映画祭で金熊賞を受賞。翌1981年にキャロル・ブーケを起用して制作した愚か者の日は1982年の第35回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で上映され、ドイツ映画賞では2度目の監督賞を受賞した。1986年には2年前に死去したモンテーツマの一作となった。 バラの王国を発表した。1991年にはインゲボルクバ・ハマンの小説をイザベル・ユペルシエに映画化したマリーナを発表。第44回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で上映され、ドイツ映画賞では作品賞と3度目の監督賞を受賞。1996年にオペラ歌手たちとその家族やパートナーたちの姿を映したドキュメンタリー。 愛の破片を発表。ロカルの国際映画祭上映され、名誉表彰を贈られた。日本では1997年山形国際ドキュメンタリー映画祭の審査員として来日した記念で上映される。この後、配給が決まり、翌年6月に劇場公開された。なお、同性パートナーを持つ歌手が何人か含まれていたこともあり、 1998年第7回、東京国際レズビアンゲー映画祭でも特別上映された。2008年、ニュイでエ演が第65回ベネツィア国際映画祭のコンペティション部門に出品され、審査員長のベンダースより、これまでの功績も合わせて、同映画祭で生涯功労賞を贈られた。2010年には、第60回ベルリン国際映画祭で、 特別テディ賞を受賞。2010年4月12日、ヘッセン州カッセル軍にて65歳で死去。日本公開作は少ないが、短編やドキュメンタリーなども含め41本もの作品を制作した。ありがとうございます。